以前、当チャンネルで2021年9月にご紹介いたしました釜釜線の実現度はという動画では、釜釜線の実現度は極めて低いと予想しました。しかし2022年6月6日の大田区の記者会見にて首長の東京都と合意、釜釜線の着工にゴーサインがかかり、予想は見事に外れました。申し訳ございませんでした。ゴーサインを出した釜釜線を前向きに考える動画として当動画はお届けいたします。単なるニュースをお伝えするのではなく、釜釜線が抱える問題、今後釜釜線の在り方をお伝えしたいと思います。記者会見によりますと、釜釜線、新空港線、建設総工費の概算金額1360億は国と東京都、大田区と東急三石の3分の1ずつ負担、さらにこの3分の1の453億の 70% を大田区、30% を東京都が負担するということです。この計算でいくと大田区の負担は317億となります。大田区と東京都が合意したのは、大田区としては京急蒲田駅、蒲田駅のアクセス改善、東京都は羽田空港アクセス手段の増設という両方の利害の一致です。地元の議員からは、このように大田区負担の317億の予算は大田区の福祉に充てたりするべきと反対の表明が出ておりました。票稼ぎもありますが、だから釜釜線は空港アクセスよりは大田区民ファーストで考えなければなりません。都心や埼玉近隣都市からの羽田空港のアクセスは、すでに JR 東日本の羽田空港アクセス線の計画があるので二の次とするべきです。皆様は蒲田駅と京急蒲田駅が一本の路線で移動でき便利になると思われますが、図を見ても分かる通り、蒲田駅と京急蒲田駅は地下の奥深いところにできます。地上と地下の移動だけでも大変です。池上線だけ地上のホームが残り、玉川線は奥深い地下へ移設されます。また現在では蒲田駅と京急蒲田駅の間に商店街があり、この両駅の移動客もあり、結構栄えております。またバスも運行されて100円で移動できます。だから大田区蒲田地元民にとって、この区間の鉄道新設は費用の割にはそんなに効果が上がるとは思えません。では釜釜線にはどんなメリットがあるか考察しました。1、大田区東急沿線から京急、羽田空港へのアクセスが向上する。現在では大田区にある田園調布駅、玉川駅、沼部駅、宇の木駅、下丸子駅、武蔵新田駅、矢口の渡し駅から京急へ移動するためには、東急蒲田駅で下車して一旦バス、もしくは商店街、もしくは近隣道路を歩くしかありません。釜釜線ができると、この利便性は向上します。2、京急にとっては東京環状鉄道ネットワークと接続するメリットがある。京急は京浜工業地帯を走っているため、横に伸びる環状鉄道との接続はほとんどありません。あえて言うなら、八丁縄手駅の南部支線との接続、東神奈川駅と京急東神奈川駅、旧中木戸駅との横浜線との接続くらいでしょうか。八丁縄手駅は確定しか止まらず、接続相手の南部支線も指定駅の乗り換えが要求されるので戦力外です。東神奈川駅は多少なりとも歩くので、一旦横浜駅まで行った方が便利かもしれません。臨海線は素通りです。だから釜釜線の接続は東京環状鉄道ネットワーク改善や利便性の向上に貢献します。今後注意すべき点、1、第1期工事で一旦中断して様子を見る。私自身、まず第1期工事の京急蒲田駅まで建設して、第2期は様子を見た方がいいと思います。1日の利用数が5万7000人を見込んでおりますが、第1期の開業後の乗客数で状況を把握することは可能です。コロナ禍の在宅勤務の増加など、計画を立てた時より状況は変わっております。だから第1期の完成でしばらく様子を見ることが必要です。慌てて大鳥居駅まで延伸する必要はないと思います。もし乗客数が思うように伸びなければ、2期工事は中止して余った予算で東急多摩川線の整備に充てる方が得策と思います。2、第2期は大鳥居駅接続にてとどめる。もし第2期工事まで遂行するなら、大鳥居駅の接続で完成とすべきです。K
京急と東急のゲージが違うので三線騎乗等の乗り入れと言っておりますが、私は夢物語と思います。対面乗り換えで十分と思います。京急羽田空港線のダイヤはかなり過密です。そこへゲージの違う車両が割って入る余地はありません。京急自身も乗客を奪われる立場から良しとしないと思います。以上、カマカマ線が抱える問題、今後のカマカマ線の在り方をお伝えしました。皆様はどう思いますでしょうか。余談ですが、最後に東急が京急蒲田駅まで延伸した際の東急の駅名に注目です。まさか東急が京急蒲田とは名乗らないので、東蒲田駅、新蒲田駅とでもするのでしょうか。それともそのまま京急蒲田駅を名乗るのでしょうか。先のことはわかりません。